6月6日のゾロ目の66の新月、要注意なんです。そしてそこからさらに満月に向かっていくこの6月の月様事情とはということで、しっかりとお話の方させていただきたいと思います。皆さん、開運してますか？鑑定士の堀田亜希です。さあ皆さん、まずですね、ちょっとお知らせがございます。コロナになってから始めたこの YouTube や SNS を通じて、日本全国の方とご縁をいただくことができて、この感謝の気持ちを込めてですね、ピーコク20周年ということもあり、ぜひともね、皆様の前で生でお話の方をさせていただく機会をどこかで作りたいなとずっと思っていたんですが、この度ですね、7月の7日日曜日ですね、寒川神社さんの方で八方除け開運祈願ということで、皆様と一緒にご祈祷の方させていただき、そして暦と方位の講演会の方をさせていただくことになりました。いつもだとお話なかなか聞くことができないじゃないかなと思いますが、寒川神社さんのごんねぎの中西さんにもご協力いただいて、神道における暦っていうところも含めていろいろとね、ありがたいお話いただいて、他にもパネルディスカッションという形で皆様とね、楽しくラフな感じでですね、行わせていただければなと思います。5月からちょっと申し込みの方を徐々に開始させていただいて、公式 LINE の方からお申し込みの方をしていただくことができるんですけども、もちろん募集の方の枠は残っておりますので、興味あるな、寒川神社さんにも行ってみたいなという方がいらっしゃいましたら、お申し込みの方お待ちしております。さて、6月の5日から節入りをして、マックスその日のエネルギーが強い1ヶ月が始まりますと。その中の新月の日にちっていうところは一体どんな意味合いがあるのかなというところなんですけど、今日はそこについてしっかりとお話ししていきたいと思います。さあ、この6月6日の木曜日、大安のお日にちで、新月のお日にちなんですが、十二直上、危ぶのお日にちといって、とても気をつけなければならない新月のお日にちということになります。危ぶという日自体は、危険を伴うことなどには気をつけましょうという意味なので、あまりね、そういうことをしてない方には、全く気にしなくても良いとは思うんです。ただ、ふとした時に目を離した隙にとか、ちょっと不注意でということが大きく危険になっていくということもありますので、ご自身の行動というところには一つ一つ気をつけたい。なぜならば今回、新月の危ぶのお日にちなんですね。このお日にち、やる気が起きない、焦りだったり、イライラというところも、特に6月なので、火の作用として見たら出てきやすいと言われております。実は新月のお日にち、ぽって意味がありますよね、新月って。なのでそこから満月に向かってどんどんエネルギー満ち溢れていくスタートなんですね。特に馬の月っていうのは能力を上げていくとか知識向上という意味がとても強い月になるんですよ。受験生の方とか、これから資格を取りたいという方は、6月に勉強することで、その先何倍にも力がついていくと言われているので、ぜひとも皆さんこの新月、勉強をしてみましょう。勉強することに危ないことって一切ないですからね。ぜひともこの日を皮切りにですね、自分の知識向上の種を作るとよろしいかなと思います。新月の日にち空っぽからエネルギー満ちていくスタートの日にちなので、例えば悪口だったり SNS でのネガティブな発信みたいなものをやってしまうことで、悪い方向でどんどんエネルギー膨れ上がっていくので、自分自身の注意というところでできる限りのことは気をつけていただきたいなと思います。さあ、そしてこの6月の6日からどんどん上限の月になってで、満月になっていくお日にちが6月の22日の土曜日でございます。十二直がトズというお日にちなんですけれども、金銭の収納だったり預けるっていうところだと非常に適しているお日にちではあります。満月の日にち、月のエネルギーものすごく強力で、火のエネルギーもとても強いという1ヶ月ですから、コントロールしづらい満月というお日にちだと思っていただければと思います。特に女
性というのは月のエネルギーの満ち欠けによって精神状態、心の不安定さっていうものが月の形が変わるように変わっていくと言われているので、やはり上限の月や下限の月というバランスの取れている時の方が落ち着いて物事ができたりとか体調とかも安定してくると言われてるんですよね。おへそよりも上の部分が火、つまり陽のエネルギーなんですよね。で、満月っていうところだとどんどん頑張りすぎてしまうエネルギーで頭に血が上ってしまったりとか、いつもだとこんなことしないのにやってしまった、そういった状況になりやすいので気をつけていただきたい。今回の満月は解放だと思っていただければいいかなと思います。ストレスとか不安、心の中に溜め込まずにですね、すべて外に出していきましょうということを意識していただくといいかなと思います。ちょうど満月の日にちから新月にお月様がなっていくのがちょうど7月6日の土曜日、十二直辰の日にちで、とても良きエネルギーの新月の日にちになるんですが、この日にちからまた新たに7月になるんですが、満月を頂点にどんどんエネルギーが下がっていくということから、自分の体の中から悪いものを排出していきましょうというイメージ、つまり6月22日の満月の日にちは汗としてデトックス、瞑想して心を整える、そういったことがおすすめでございます。まあ、私は最近ですね、汗をかくということを意識していかないと、なんか代謝がどんどん悪くなってるのを実感するわけですよ。本当にそれこそ若い時なんかは朝まで飲んでも全然余裕で次の日仕事できたんですけど、最近朝まで飲む機会は絶対ないです。もう本当にスペシャルなこと以外なくて、12時ぐらいまで飲んでたとしても3日は響きますね。肝臓のやっぱりこう働きが弱まって分解ができてないんじゃないかと思うんですけど、まあそんな時にやっぱり汗をかいてデトックスしたりとかすることでちょっと回復が早くなるんですね。やっぱりね、ぜひともね、皆さんも自分自身のデトックス法っていうところをいろいろと探すといいかもしれないですね。最近私お家の中でできるデトックスに目覚めていて、デトックスして汗をかくっていうことをやっておりますが、ぜひ皆様のねデトックス法を教えてほしいなと思います。私も参考にしていきたいなと思ってますので、コメント欄に皆様のおすすめのデトックス法があれば教えていただければと思います。ということで、ちょっと複雑なね6月の新月と満月というところになってきますが、お月様でねスタートする新月というところと満たされる満月というところは12直の見方とは全く別物になって、新月であれば勉強スタートする日にとってみたらとても適してる日なんですね。ぜひともね、受験生の皆様、あと半年ぐらいしかないと思いますので、ここから学力がぐんと向上するっていうところも秘めてるような素敵な月になりますので、どんどん自分自身の知識向上していかれるとよろしいかと思います。今月は自分自身にご褒美をあげたりとか、エネルギーをかけてあげる、魅力をアップする、知識向上していくという情報がたくさんありますので、お話をさせていただきたいと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。